おっす。今回の動画はマジで心臓に悪い演出を紹介していくぜ。ホラー要素が強いゲームだからこそ、ドキドキするような怖い演出がバイオにはいっぱいあるわよね。中にはトラウマになっている人もいると思う。心臓が悪い人は見ないでくれ。嘘です。お願いだから最後まで見てくれ。今は夏で暑いし、ひんやりと涼みたい人は必見よ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介する第10位は、高いところから落ちることだ。ああ、確かに、それはやめてくれってなるかも。特に最近のバイオに多い。例えば RE3 のジルは駐車場の屋上でネメシスと遭遇した際、運転していた車ごと落っこちていたな。ネメシスに向かって車で突っ込んだ時の出来事ね。あの時はアドレナリンがドバドバ出ていたから気にならなかったけど、冷静に考えてみると大声出していてもおかしくないわ。というか、惹かれながら車の下敷きになっているのに、元気なネメシスは一体何なのよ。少なくても5から6回はありそうな立体駐車場の屋上から落下してピンピンしているジルも大概だぞ。ジルの場合は TPS 視点だし、まだゲームっぽい感じの演出だからいい。だが、E さんが主人公のバイオ7やビレッジではさらに怖い演出になっているぞ。バイオ7ではエブリンと戦っている時に、ビレッジではドミトレスク夫人と戦っている時に落っこちてたわね。FPS 視点、正確にはアイソレートビューというらしいが、画面が視観視点になっているから、バイオシリーズの中でも特段没入感がすごいんだ。さらに落下する高さもすごいから、男の中には思わずお股がヒューンとなった人もいるんじゃないか？私はお腹の奥がキューって引き締められたわよ。VR 版はやったことないからわからないけど、余計に怖いのかな？どうだろう。俺も PSVR はやったことがないからわからないな。ただ、バイオ4の VR 版は臨場感が半端なかったから、PSVR でも同じことが言えると思う。つまりは、怖いんじゃないかな？高所恐怖症の人は要注意だね。第9位は、敵の配置についてだ。敵の配置？それがどうしたのよ。ぶっちゃけるとさ、ゲームって敵の配置が決まっているじゃん。まあ、そうね。何が言いたいのかというと、ゲームを攻略する上で敵の配置を覚えるのは結構大事になってくるってことだ。このステージは敵が何体いるから、現状の装備的に何体倒す必要があるとかさ。確かに。だからこそ、自分の想定外なところに敵がいるとびっくりするんだ。何回も遊んでいると敵の配置とかはさすがに覚えちゃうし、余計に驚くでしょうね。直近では RE4 で悲鳴を上げちまったぜ。ゴリスでもびっくりして大声を出すことがあるんだ。ゲーム中盤の古城エリアなんだが、城主であるサラザールを倒した後はボートに乗って教団の本部があることへ向かうことになる。その道中は低難易度では敵がいないんだが、高難易度ではアルマジューラが配置されているんだ。よりにもよってアルマジューラだぜ。こいつは近づかない限り動かないから、余計にビビったよ。アシステッドに慣れていた人ほど低体仕打ちを受けるってことね。猫耳獲得に挑戦するために初めて難易度プロフェッショナルで遊んでいた時はマジで焦ったぞ。荒ぶってたから、もし俺に動物の耳と尻尾が生えていたらピンと伸びていただろうな。美少女に生えているから需要があるのであって、おっさんに生えていても困ります。そんなの俺だってわかっているよ。ものの例えだ。第8位は、固定カメラ視点だ。これはバイオ特有かしら？他のホラーゲームにも取り入れられているが、バイオシリーズが有名だと思うぜ。固定カメラ視点とは、プレイヤーの見ている視点が、まるで定点カメラの映像を見ているようなアングルになっているものだ。バイオシリーズでは初期の作品に取り入れられていることが多い。ちなみに、コードベロニカやアウトブレイクシリーズでは固定カメラ視点と、キャラの動きに合わせて視点が動く移動カメラ視点が組み合わされているわよ。バイオのキャッチコピーの中に、そこを歩く、という恐怖があるが、まさにその通りだ。ホラーテイストの強いバイオは、歩くだけでも怖い。固定カメラ視点が恐怖感を助長していることは間違いないわ。この視点の長所は、いい意味で不自由な視点だ。自分で視点を動かすことができないから視覚が発生して先が見えにくいし、同じマップ内でも頻繁に視点が切り替わる。これは敵がいることが分かっても、視点によっては敵の姿が見えなくなってしまうと言い換えることができるな。視点が変わったら目の前に敵がいるなんてこと、よくあるしね。そして、固定カメラ視点といえば昔のバイオというイメージがあるが、現行機でもバイオ0、バイオリメイク、バイオ4、バイオ5でプレイできるぞ。バイオ5は小ネタ要素の意味合いが強いが、バイオ4の固定カメラ視点は厄介だ。チャプター3-4で、アシュリーを操作する部分があるけど、難易度ノーマル以上ではビハインドビューじゃなくて、固定カメラ視点なのよね。アシュリーは基本的に戦うことができないし薄暗いステージが多いから、バイオ4内でも屈指のホラー要素よ。この視点が嫌な人も多いだろう。よくアシュリーパートだけ友達の代わりにやってあげたことがある人もいるんじゃないかしら？逆に友達に丸投げしていた人は、コメントでこっそり教えてね。第7位は、トラップだ。バイオには意味不明なギミックがいっぱいあることは有名だと思う。
特に勤務先である警察署や、私たちが迷い込んだ洋館はギミックが満載であることで有名ね。ギミックの中には対象ミスれば致命的なトラップも結構あった。例えば、ジルもバリーに助けられなかったらサンドイッチになるところだったな。バリー、本当にありがとう。こんな感じで危険なトラップが多いバイオだが、マジで焦るタイプの罠もあった。具体的には、トラバサミだ。バイオ4ではマップによってはトラバサミが設置されている箇所があって、レオンやアシュリーが引っかかる場合がある。敵がいない時なら問題はないけど、近くに敵がいる時に引っかかったら最悪だ。しばらく身動きが取れなくなっちゃうから、攻撃を受けるリスクが上がっちゃうしね。リメイクされた RE4 ではトラバサミの出番も増えていて、最初から設置されている場合もあれば、村人が任意のタイミングで設置する時もある。だから、レオンたちがトラバサミに引っかかる可能性が高くなっていて、危険な存在と言えるぞ。罠から受けるダメージはなくなったとはいえ、ガナードの動きも素早くなっているし、危険度はさらに上がっているわ。しかも、クラウザーが遺跡内に仕掛けまくっていて、トラバサミプラスタレット、トラバサミプラス爆弾アーチェリーみたいにコンビネーションを組んでくるから厄介だ。トラバサミで思い出したけど、リベレーションズに出てくるスキャブデッドにも苦戦したわよ。攻撃手段にトラバサミを設置するものがあって、引っかかって無防備になったところを即死攻撃されたら困るから、すごく焦るのよね。即死攻撃プラストラバサミは凶悪なコンボだな。他に挙げるなら、ルーカスの爆弾木箱がうざかったな。今までのバイオでアイテムが入っているオブジェクトに罠が設置されていたことなんてなかったと思うから、びっくりしたわよ。本編ではルーカスのイラつく実況付きだし、E3 マスト台では即死級の威力に改造されているから、面倒だったよね。一応爆弾木箱の特徴として、黄色いテープが一周しか巻かれていない、近づくとカチカチと音が鳴っている、というものがあるから見分け自体はつく。でも、当たりを引いてしまったら体がビクってなるからいやらしいよなぁ。第6位は、装備がない場面だ。バイオにはいろいろなプレイスタイルがあるけど、初見プレイの時はマップを隅々まで探索するためにクリーチャーを根こそぎ倒していたプレイヤーは多いだろう。あとは、強力な武器を使った無双プレイも楽しいよね。強い武器も多いから、全滅プレイを楽しんだことはあるんじゃないか？中でも RE4 は、血をかわし、倒す快感というキャッチコピーがあるし、敵を殲滅したことがあると思う。だが、場面によっては武器がなくて強制的に逃げるしかないシーンもあるんだ。E3 がルーカスの罠を突破するときだったり、ドナに幻覚を見せられていたときは装備なしの裸一貫だったよね。ビレッジのベネリエント邸では、バイオ界最強クリーチャーの一角であるベビーが登場するからなおさらだ。ハンドガンやショットガンといった武器があれば、果敢に立ち向かって戦うこともできるが、このときは武器が使えないから食われないように逃げるしかない。エレベーターに乗って逃げるときは早くドアが閉まるように何度もボタンを連打しちまったよ。まう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 。ジルのやつ、俺のプレイを見てるだけだからって余裕ぶりやがって。ローズ編のビレッジオブシャドウズでも、ベビーの代わりにミア人形に追いかけられていたよね。ああ、ミア人形はダルマさんが転んだの要領と同じで、見つめている限りは動かないが、少しでも目を離すと追いかけてくるから怖い。振り返ると止まるが、止まるまでにラグがあるのかすぐには止まらないんだよな。足音が一つ余計に聞こえるってわけね。私がクイーンゼノビアに乗り込んだ時も装備をパクられてしまったから、いつもとは違った緊張感があったことを覚えているわ。そもそもバリバリ戦闘するタイプのキャラじゃない時は、逃げ一択な場合が多い。具体例を挙げるなら、アシュリーとかゾイだ。RE4 のアシュリーは謎の青い炎によって敵の動きを止めることができたけど、ゾイにはそんなギミックもないから、おかしくなった家族から頑張って逃げるしかないのよね。ゾイの場合は捕まったらゲームオーバーなシーンが多いから、緊迫感が違うよな。心臓に負担をかけている意味で、悪い演出だよ。What's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister? Biohazard. 第5位は、何度倒しても復活する敵だ。一回倒して油断していると、大変な目に遭うよね。
バイオにはジルのことが大好きなストーカー野郎を筆頭にしつこい敵が大量にいる。でも、ボス以外で一回倒したはずなのに復活するクリーチャーが出てきた時は、目玉が飛び出るかと思ったぞ。クリムゾンヘッドでしょ？リメイク版のバイオハザードでは、ゾンビを倒しても条件次第でクリムゾンヘッドとして復活する可能性があるのよ。アンブレラが残した資料によると、V アットと呼ばれている特殊な現象によって体組織を再構築して復活しているらしい。ゾンビと言ったらノロノロ歩いてくるイメージが強いでしょ？でも、クリムゾンヘッドは走って近づいてくるし、鋭く伸びている爪を使って引っかいてくるから、攻撃範囲も広くて厄介な存在よ。ゾンビの完全上位互換と呼んでもおかしくない性能だから、なるべくゾンビを倒すならヘッドショットするか、死体を焼却してクリムゾンヘッド化を阻止したい。私だったらグレネードランチャーの焼夷弾で燃やすのもあり。ゾンビじゃないけど、俺が戦った中ではラスラパンネもうざかったな。ゾンビからクリムゾンヘッドみたいに強化されて復活することはないけど、こいつは通常攻撃で倒すことができない不死身の体だった。特別な方法を使わないと倒せず、一定時間行動不能にするだけだから最初の頃は怖かった覚えがあるぞ。見た目も気持ち悪いから、より怖いでしょうね。しかもこいつ、人間に本体を植え付けて増殖する特殊な増え方をするんだ。よくエイダのような美女に寄生するシーンは訓練された紳士にとってお宝のように扱われているけど、むさ苦しい俺がやっちまうとブーイングの嵐なんだよな。私だってどうせ見るならレオンやジェイクのようなイケメンで見たいと思うから、なんとなくわかるかも。俺だってやりたくて即死しているわけではないんだけどな。第4位は、喋る敵だ。最近は結構喋る敵が多いと思うけど、ここでピックアップしているのは理性がない喋る敵だな。自我が残っているクリーチャーは見た目が化け物でも、人間っぽい部分が残されているからそこまで怖くなかったりする。だけど、理性がない完全な化け物で、俺たちにも意味がわかる言葉をボソボソつぶやいている敵は不気味で恐ろしい存在だ。言われてみるとそうかも。私たちがクイーンゼノビアで遭遇したメイデイさんはめっちゃ怖かったわ。ジルが言っているメイデイさんは、第7位でもちらっと登場したスキャブデッドのあだ名だ。メイデイ、メイデイ、メイデイと国際的に使われる緊急事態を知らせる言葉をブツブツとつぶやいている姿が不気味だ。メイデイさんが閉じ込められていた部屋にある通信兵長の日記を見ると、徐々に理性を失っていく様子を見ることができるぞ。なお、スキャブデッドには喋るタイプと喋らないタイプがいるから、必ずしもスキャブデッドイコールメイデイさんになるわけではないから注意が必要だ。日本語だと助けてって言っているから、余計におじけが走るわ。この時のメイデイさんは理性がないから、意図的にメイデイと言っているわけではなくて、壊れたラジオのように意味がない言葉を繰り返しているだけなんだ。意外と設定がちゃんとしているからこそ、作り込まれた怖さがあるわ。同じリベレーションズではメイデイさん以外に、モンスター化したレイチェルも喋っていたな。初登場時は感染したばかりなのか、まだ自我が残っているような印象がある。つまり、メイデイさんよりいろんなことを喋ってくれるぞ。とは言っても理性はなさそうだから、言っていることは物騒だけどね。私のことをごちそう扱いしてくるし。ジルの血液って、Tウイルスのワクチン入りだから普通の人より美味しいんじゃないか？知らんけど。それって逆にまずくなるんじゃないかしら？知らんけど。おなじみ三着に選ばれたのは、音だ。音は物事を認識する上で結構重要になってくる要素の一つだし、ある意味納得かもしれないな。そんなに音って大事な要素なの？そうだ。耳は目と違って手を使わないと塞げないだろ？だから、人間には音を聞き分ける能力が備わっていて、その場では聞いていないつもりでも、意外と聞いていて無意識のうちに人間の心理に大きな影響を与えるんだ。実際に病院とかでは患者さんにリラックスしてもらうようにゆったりとした BGM を流しているところもあるんだぞ。じゃあホラーの演出でも BGM が大事なのね。その通り、音には短時間で感情の変化を起こしたり、行動を誘発する効果がある。急に敵が飛び出してくるような時は大きな音を立てたり、BGM のテンポが速くなったりするだろ？そうすることでより心の動きを大きくしているんだ。あえて音をなくすことも有効になる。BGM が急になくなったら、この先に何かあるかもしれないと身構えたりしてためを作ることができるし、急に BGM が消えて敵のうめき声だけが聞こえてきたら、絶対敵いるじゃんってなって進みたくなくなるよな。わかりやすい例を挙げるなら、バイオ4のリヘナラドール戦だ。そういえばリヘナラドールに見つかる前は BGM が消えていて、息遣いが聞こえてくるし、
見つかった後はおどろおどろしい BGM が流れているね。単純にあいつがいるだけで怖いかもしれない。だが、こういった音の効果を上手に使い分けることで、リヘならイコール怖い、トラウマクリーチャーという印象をプレイヤーに強く植え付けているんだ。トップ2に輝いたのは、一瞬だけ映る敵の存在だ。ああ、確かに敵の姿をちらっと見ると、たとえすぐに出てこなくても絶対あいつ出てくるじゃんって思うわね。そのうち出てくるかもって思っていると、じわじわとボディーブローのように効いてくるわ。RE4 の最初に登場するリヘナラドールがわかりやすいだろう。本作はバイオ4のリメイク作品だから、発売前情報に登場していなくてもリヘナラは確実に出るだろうと予想されていた。そして、原作バイオ4でリヘナラが登場した手術室付近に近づくと、一瞬だけレオンの前を横切るんだ。やっぱりリヘナラは RE4 でも登場するんだ、って嬉しく思う反面、この後すぐに出てくるじゃん、って恐怖を煽ってきてたよね。RE3 でもリッカーが派手に暴れているシーンを見ることになるし、バイオ3にいなかった敵が RE3 で登場するのかって興奮したけど、一方で RE2 で厄介な存在に進化していたリッカーと戦うことになるのかって身構えたことが記憶に新しい。ちょっと獅子とはずれるけど、バイオ7の終盤でチェーンソーを持ちながら突っ込んでくる宮の幻影にはびっくりしちゃったわ。個人的にびっくりポイントが高いのは、急に現れるエブリンの幻影だな。それから、バイオ7の体験版に登場する謎の幽霊は何だったんだろうな。え？幽霊？なんだジル、知らなかったのか？バイオ7の体験版でクランシーが撮影した廃屋取材を再生すると、謎の幽霊を目撃できるぞ。結局本編では見かけなかったし、マジで謎の存在なんだよな。ガチホラー展開じゃん。幽霊がいなくても、本作はシリーズ内でもホラー寄りな作品だけどな。今回はホラー要素多めの内容になったけど、反対に爆笑必至なお笑い特化な動画もあるんだ。つい先日総集編で一気に見れるようにしたから、気になった人はぜひともチェックしてみてくれ。とりあえず、私は見に行こうかな。そして第1位は、突然出てくる敵だ。ああ、私こういう展開あんまり好きじゃないのよね。ホラー映画とかでもさ、急に大きい音を立ててびっくりしちゃうことってあるじゃない？演出が怖いとかじゃなくて、大きい音にびっくりしちゃうのよね。決して、怖いとかじゃなくて、大音量にびっくりしちゃうのよ。本当に心臓に悪いわ。ジルのお墨付きももらったことだし、バイオ作品で敵が突然出てくる演出を見ていこうか。まずは窓ガラスパリン系だ。病館1階の東側廊下を移動していると、窓ガラスを割ってケルベロスが侵入してくるぞ。窓が割れると同時に迫真 BGM が流れるから慌てちゃうよね。しかもリメイク版では、メインホール側のドアから入った時に窓ガラスにひびが入るだけでフェイントかけてくるし、絶対既存のプレイヤーへのカウンターよ。次は壁ぶち抜き系だ。バイオ2の裏辺ではタイラントが豪快に壁を破壊してきて、そのまま戦闘になるシーンがあるんだ。表辺ではタイラントが出てこないからこそ、油断していたプレイヤーは多いんじゃないか？しかもプレスルームでタイラントを倒して廊下に出た後、すぐにまた壁をぶち破って登場するから立ちが悪いわ。こんな感じで、バイオでも急に敵が出てくることはよくある。バリケード越しの窓からゾンビが手だけ伸ばしてきたりとか。あれ本当に嫌い。ゲームに慣れてくるって分かっていてもびっくりしちゃうから。よし、今回はここまでだ。バイオってホラー要素も強いゲームだから、恐怖を煽るような演出も多かったね。とまあこんな感じでこのチャンネルでは、俺とジルの二人でバイオハザードの魅力的な情報を発信している。面白かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録で応援していただけると大変嬉しいです。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ、またねー。